中村健吾でも見えない場所があると。もうね、全く見えないね。1個上だからね、俺呼び捨てだからね、さっきから。俺はやっとさん1個上だけど、未だにやっととは言えないからね。俺もしゅんさんはしゅんさん。はい、今日は僕の戦友と言ってもいい特別ゲストが来てくれています。中村健吾さんです。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。まずは18年間現役生活お疲れ様でした。ありがとうございました。実際に引退してどうですか？どんな時間を過ごしてます？あっという間に仕事をたくさんいただいて、いろんなこう現場に行ってこう慣れないことも多いので、瞬く間にもうこの時期に突入したなっていう。もういや、でもサッカーから離れると、あ、社会ってこうなってんだなみたいな。今そこにど真ん中を今もう右も左も分からないところをこうもう夢中になって進んでる感じだね。中村健吾でも見えない場所があると。もうね、全く見えないね。ピッチだとあんなに視野広がったのに。いや、もうサッカーの方がよっぽど簡単よ。でも待って、俺サッカーも難しかったから。いや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 、なかなかないでしょ。本当に一番最初の出会いって代表の時？ちゃんとした出会いはそうじゃない。それまではこう対戦相手として。そうだよね。まあ、俺はけど、ケイタはもうアンダーカテゴリーの時から俺はもう見てる、一ファンとして見てたから。キャリアは先に出たわけで、まあ、入団だっていつ浦和は2000年。2000年、俺2003年だから、ね、社会に入ってからの歴で言うとケイタさんの方が先輩なわけですよ。年は1個上だけど、うんうん、ややこしいんだよね、ちょっと。でもさ、2005年だっけ J1 上がったの？そう、2005年。結構瞬く間にフロンターレって強くなったんだっけ。次の年に2位になってる。そうだよね。そうで、2006年代表入って、ね、ケイタはもう最初から入ったんだよ。思い出した、インド戦だ。あ、そうそうそう、インド戦は点を取った。ケンゴインド戦点取ってミドルでね。ミドルだから、その時もだってケイタ最終ラインやったんだよ。そう、俺センターバックやったもん。そうだって俺その時にさ、ロッカールームに入って座ってたら、オシムさんが俺の目の前来て、おいケイタ、お前はそのままこのロッカールームにその体勢で残るか、センターバックで出るか、どっちか選べって言われて、はい、センターバックで出ますって言って。もう残るわけにいかないからね。そう、いや、そんなのあったなと思ったけど。そうだね。仲良くなるきっかけとかって別に特にないよね、試合やっていく中で。ないっていうか、だから組むことが増えてったから、うん、話す機会がね。そうだってさ、なんだろう、この人柄じゃん。とにかく優しいから何でも受け入れてくれるでしょ。1個上だからね、俺呼び捨てだからね、さっきから。最初多分さん付けは最初、本当に最初の初回ぐらいだったんじゃないで、話して多分、あ、もういけるなってなって、いけるな多分呼び捨てになったんだと思うんだけど。俺はやっとさん1個上だけど、俺は未だにやっととは言えないからね。本当に、うん、やっとはやっとじゃないの。だからそこはなんか変なのがあるんだよね。俺もとか、しゅんさんはやっぱダメなの。あ、俺もしゅんさんはしゅんさん。ボンバはボンバ言えるの。ボンバはボンバ言える。3つ上でしょ、うん、じゃあ吉勝さんは。そうだ、それは吉勝さんですよ。吉勝さん、え、吉勝じゃないでしょ。いや、言えない。それはそうだよ、それはそうであってくれよ。じゃあ奈良さんは。奈良さん、いや、もう呼び捨てしないよ。俺聖子って呼ぶ時あったけど。いや、だからケイタはね、人懐っこいんですよ。もう皆さんは多分お分かりだと思いますけど、スタッフの皆さんは。一応ちゃんとしなきゃいけないところはちゃんとしなきゃみたいな。そう、あそこの線引きもちゃんとしてるからみんな許す。どこまでいけるかなっていう。上手なんだよ。最初の触りの話で多分1時間ぐらい。オープニングで何分。そう、1時間ぐらいいっちゃいそうなんだけど。自分も浦和レッズ一筋で、まあ、16年プレーしたんだけど、まあ、ケンゴもフロンターレで18年間も、ね、プレーしたわけでしょ。じゃあフロンターレってどんな魅力があるのか教えてもらいたいな。フロンターレはけど俺が入る前に一回 J1 上がって1年落ちて、やっぱりこうより強くなっていくために地域密着のところにより力を入れつつ生え抜きを育てるっていう政策が2001年ぐらいから始まった。そのさ、地域密着みたいなことでよくさ、街頭でさ、いろいろやったりさ、商店街回ったりしてたでしょ。当時ね、今は違うよ、当時ね、何やってんだろうって思ってたのよ、うんうんうん、それがさ、今じゃさ、川崎の駅降りたらだよ、もうみんな川崎フロンターレ応援してたり、あの銀行の顔になってたり俺、あ、健吾いる、出てる、ね、出てるから、うん、いや、あれってさ、やっぱり今どのクラブも目指すべき姿なのかなと思ってて。俺も入る前は、うん、ケイタと一緒だって、そんなことしなくていいじゃんって。
J リーガーは高い給料もらって、うん、車乗って美味しいもの食べてプレーするっていうのが、うん、俺の J リーガーがそうだったから子供の頃からのね。そうだからいい意味でその固定概念は壊されたっていうか、うん、まあ、それこそ1月に必勝祈願の後に商店街回り、それこそ商店街回るっていうイベントがあるのよ。え、商店街回りすんの？そう、川崎の各地域に選手がみんな散らばるの、うん、で商店街回って挨拶して。それ大事だね。めちゃくちゃ大事なことだよね。入ってきた人たちは誰に支えられて誰に応援されてるかっていうのをそのイベントで知れる、なんかもうそれだけで川崎フロンターレっていうクラブを表現してくれたなっていう、うん、自分もねレッツにまあずっといたから他のクラブのことわからないんだけど、入った時はまあそれが当たり前になるわけでしょ、うん、あれなんか周りの様子他のクラブってそういうことやってないんだなみたいなとか知るわけでしょ。それって特殊だと思った。割と早々に知ったよ。あ、知ったの？うちだけだなこれってうん、どう思ったのその時？実際会ってやっぱ思うところあったから、うん、直にこうサポーターの皆さんに触れて、うん、応援してもらえて、うん、嬉しかった。こう直に声も聞けるし、うん、顔もわかるし。ただ最初の方はまだそんな認知度高くなくて、えフロンターレみたいな人もいたし。だよね。だからそれも全てひっくるめてフロンターレの当時の立ち位置を知れたし、じゃあもっとどんどんやっていこうって俺は思ったし。なんかさ、あのスタジアムのさ周りの雰囲気とかもすごくいいじゃん、うん、なんかやっぱ川崎のあのさ轟き行くとさワクワクするよ。アウェーのあーでも、あー、うん、あ、やっぱそういう風に思ってくれてたんだね。うん、届きってどう嫌なの？やっぱ相手としてはなんかねやりづらい。やりづらいんだ。やりづらい。だけど逆にじゃあサイスターどうだったの？サイスター燃えるよ。燃えるの？燃えるよ。もうみんな一緒じゃない俺何回か点取ったことあるけど、うんうん、シーンってなるよ。シーンってなるね、あれね。信じられないぐらいシーンってなるから。なるね。川崎フロンターレ、あの本当一角のところでわってなるぐらいで、うん、いいスタジアムだと思う。選手としても最大限まで引き出してもらえるから、うん、まあ、そういう意味ではお互いになんかこう自分たちのスタジアムに誇りは、ね、うん、あるだろうし、うん、まあ、ファンサポーターが熱いっていう意味では、まあ、レッツもフロンターレも同じような、うん、ただ歩んできた道が違うのと、これからのことを考えた時にフロンターレみたいな地域と選手の距離の近さ、一つポイントなんじゃないかなって僕は思ってて、本当出てかないと認知してもらえないと知ってもらわないと来てくれないから、うん、結局それはだから苦じゃないっていうか苦にしちゃいけない。それを実際俺はやってたけど、うん、全然楽しかったし、それがさ楽しめちゃうっていうのはまたね、あ、まあ、それ性格だと思う。性格だよね何でも楽しそうにしてるもんね、うん、そうだからやるからにはネガティブに捉えるって結局ね自分の反応を見る人たちが多分ネガティブになるから、やるからには楽しくっていう。確かに、まあ、何事もこれもそうだよ。これも、ね、俺は今日もうめちゃめちゃ楽しみに来たけどね。本当、うん、じゃあすっごい楽しみにして来てくれたんだけどちょっとねあの答えにくい質問するかもしれないけど移籍って考えなかったの？移籍は国内は一回も考えたことないな。国内はないの？ない。え、でも国内の移籍のオファーはあったの？なかった。だから俺の耳に入ってきてない。クラブにはあったかもしれないけど暗黙の了解で出しちゃいけないキャラだったんじゃないかな。じゃあ海外は？海外は1回だけ2010年のワールドカップ終わって、うん、オファーまでいかないけど打診みたいなのがあったから。ちなみにどこ？夏は PSV っていうところからおちょろっとだけ今日興味があって、うん、で年末もいくつか。へえ。僕実はずっと2006年ぐらいから代表を組むようになってずっとねレッツ来いよレッツ来いよって一緒に強くしようぜみたいなことを言ってたの、うん、それ覚えてる？覚えてる。俺ずっと言ってたじゃん、うん、顔合わせるためにしてたね。まだはよく言ってた。そう、結構まだってまだとかじゃねえからっつってでも国内の移籍は一切考えなかった。なかったね。すごくやっぱり一緒にやったらこうなるだろうなっていうのが見えてたし、うん、ちょうどねあとは長谷部が移籍するしないとかっていうところもあったから、ねね、めちゃくちゃやりやすかった。だから剣吾来たらいいな、剣吾来たら強くなるのになっていうのでずっとね、うん、誘ってた。その前にフロンターレタイトル取ってたら言ってたと思います。え、その前取ってない？2010年までに取ってない、取ってない。それまででは2位ばっかだった。そのカップ戦ももう、え、そうだっけ。そうリーグもルヴァンも2位で、2008年リーグ2位、うん、2009年リーグ2位、うん、そのナビスカップ2位準優勝、うんうん、で2010年だから取ってないんです。だからタイトル取るまではいけない、いけないっていう最終的に、まあ、けどそこも30になる年だったからオファーが来るまでに成長させてもらった感謝もありつつ、その先でタイトル取りたいっていう気持ちの方が勝ったっていう。いや一緒だって。俺も2006年の夏
オファーもらって、うん、その社長にさ、お前優勝してからでもいいんじゃねえかって、うん、そうだな、まだ優勝してないなみたいな、うん、リーグでね、うんうん、その年優勝したんじゃない？そうだからその年優勝して、うん、でさらにオシムさんが代表監督になって、まあ、残ってよかったかなっていうのは、うん、まあ、中村健吾が引退して、まあ、素晴らしい選手いっぱいいると思うんですけど、はい、まあ、川崎を背負う選手でいうと期待してる選手は誰になります？強いてあげれば亮太かなって大島選手かなっていうのはあります。自分とポジションも近いし、もう彼が高卒の時からずっとそばで見て一緒にやってきて、彼はさどこが近くで見てて一番いいところがある？あのボールが止まるのよね。いやまあボール止まるんだけど、ボール止まるじゃん、止まるの質がもうレベルがちょっと人と違う。だからそれもルーキーの時からもうその基礎技術の高さはもう本当目を見張るものだった。今パス出すイメージ強いじゃない、うん、入った時はね結構ドリブルでこうシュシュシュってこう抜くようなタイプ、イメージ的にはもう今でこそね当然本当にこう中心になってるし、だけど自分が現役の頃に例えば川崎と試合やった時とかに消えることもあるなっていう、うんうんうん、やっぱ健吾ってどの試合でも消えないっていうか存在感もあるし、ゲーム作ってコントロールしてるけど、大島選手は時々消えるなっていうのはあったんだけど、ここ最近やっぱすごく自分が中心になってきてるなっていうのは見えるから、うん、多分それって中村健吾を隣で見てたから学んだのかな。隣にいたから出せなかっただけだと思うよ。そっち俺がもうグワッてやるから、亮太は多分控えめな性格なところあるから、支えて、そう俺を支えてくれて、もう俺がだから守備サボるやつをカバーしてもらったから。だからか、ただ縦関係になってからはもうやっぱ彼のその存在感っていうのは、うん、どんどん出てる、うん、そういう意味ではチームを背負ってほしいなって。今後クラブとどういうふうに関わっていくかっていうの、まあ、フロンターレリレーションズオーガナイザーっていう肩書きを、もう一回言ってもらっていいですか？フロンターレリレーションズオーガナイザー、うん、略して FRO だ。 FRO フロン、はい、俺が考えたの。チームが用意したやつじゃなくて俺が考えたの。そうなの？奥さんと2人で考えた。だから要は CEO みたいなものの FRO の分かりやすいキャッチだから、うん、でそれは何するんですか？ごめんなさい、今名前の説明しましたんですよ。それ何するの？そっちで熱くなってしまいましたけど、うん、メインは俺が思ってるメインは育成アカデミーの子たちのサポートがしたいっていう話はまあクラブには伝えていて、うん、あとはいろんな人と日本サッカーの発展に貢献したいっていうのもあるので、だからそのフロンターレでガチガチで縛られすぎず外の仕事もやれるようにしてもらって、うん、でフロンターレの中では自分が外に出て企業の方とつながったりとか、うん、だから今のところ指導者のところと解説のところ普及のところを今こう同時進行でライセンスも今取り入ってますし、うん、でも将来最後は監督やるんでしょ？だからそうなった時のために困らないように S 級まで取っとこうっていう、必ずなるっていうところまでは今行ってない。健吾は監督タイプだと思うんだよね。うるさそうだし、戦術とか嫌がるじゃない戦術とか。もうハードルが上がってるから、うん、今もうその時点でハードル高いよ。そう高いんだよ、うん、だから嫌なんだよ。ケイトは？俺ライセンス一切取ってない。やる気ねえんだ。もうやる気ないんだっていう言い方ちょっと、監督をやる気ない。あ、監督はやらない、だやれないと思ってる。難しいじゃん監督業って、精神的にもきついしさ。いやそんなタイプじゃねえだろ。なんでよ、全然タフじゃない。いやいや、だけどね、サッカー界が抱えてる課題って、うん、やっぱ結構いろいろあると思ってて、うん、現場で解決していくパターンと、うん、取り巻く環境を解決していくっていうところで言うと、サッカーから離れてビジネスっていうところで一回チャレンジしたいし、それを持ってもう一回サッカー界スポーツ界に戻りたいなっていう、どっちかっていうとフロントサイドやりたいから。だからさ、健吾がさ、サッカー界でさ、ど真ん中のところで勝負していってくれながら、僕らみたいなのはそれをこうサポートしてる。僕らってそんな言い方しなくてもいい。大島選手みたいな感じ。あ、なるほどね。ということで、川崎フロンターレについて話していただきましたが、やっぱり中村健吾っていう選手がもう歴史をそのまま知っている選手だし、中村健吾が引っ張っていったっていうのも当然見え方としてあるんだけど、逆に川崎の街が中村健吾っていう選手を作り上げていったんだなっていうふうに感じましたね。これすごくいい感じでまとまったでしょ。言うな、すぐ。すぐ言うな、これ使われるから。使われる可能性あるね。はい、ありがとうございます。次回は中村健吾が考えるボランチ論について話していただきます。僕自身もボランチだったのですごく楽しみです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボランチは原告側はもうマストだと思う。試合の勝敗を決めれる立場で、試合の潮目みたいなのが見えるようになってくる。やっぱ中村健吾すごいな。